マルク・ファンボ・ボメルは、オランダ、マース・ブラフト出身の元サッカー選手、サッカー指導者、同国代表でもあった。現役時代のポジションは MF。妻は、元オランダ代表監督ベルト・ファン・マル・ワイクの娘。1992年、後にギフとなる、ベルト・ファン・マル・ワイクが監督を務めるフォルトゥナシッタートへ、入団。翌シーズンには当時、 エールディビジ史上最年少の16歳と23日でデビューを果たして当格を表すと、中盤の中心選手として出場機会を増やし、当時2部だったチームの一部昇格へ貢献。1999年に PSV へ移籍。リーグ優勝に貢献する活躍を見せるとともに、2000年10月7日のキプロス戦でオランダ代表デビューを果たした。 2000から01シーズンには PSV のキャプテンとして攻守にわたって活躍しリーグ連覇に貢献。一方で2002年の日韓 W 杯はオランダ代表が出場権を逃しユーロ2004では自身の故障で出場を辞退するなど不運に見舞われている。2004から05シーズンには自身最多となる14得点を挙げてリーグ優勝を果たすとともに UEFA。 チャンピオンズリーグではベスト4入りを果たした。2005年7月1日 FC バルセロナ移籍。しかし、シャビ、デコ、ラファエル・マルケスが主に起用されたためレギュラーに定着には至らなかった。しかし UEFA チャンピオンズリーグでは12年ぶりに決勝に進出。決勝のアーセナル戦ではスタメン出場を果たし14年ぶりの優勝を経験した。 2006から07シーズンはシーズン前のチームのアメリカ遠征にも参加したが、監督であるフランクライカールトに起用法を聞いたところ、昨シーズンと同じくらいの出場時間かもしれないし、減るかもしれないと言われたため、2006年8月27日にドイツのバイエルンミュンヘンに移籍。移籍金は770万ユーロ。9月23日のタイヤ編戦で、 ブンデスリーが初ゴールを決めると30試合に出場し6ゴールを記録するなど期待に応える活躍を見せる。2008から09シーズンよりオリバー・カーンの引退によりドイツ人以外ではチーム初となるキャプテンに就任した。ドイツ W 杯以降は監督のマルコ・ファン・バステンとの確執から今のスタッフが相対人しない限り代表では プレイしないと、オランダ代表からの召集を拒否していたが、ユーロ2008後にリフであるベルト・ファン・マルワイクが代表監督に就任したことで代表に復帰した。2009年、資金難でリーグライセンス発行に苦心しているフルス・フォルトゥナ、知った後のためにバイエル・ミュンヘンとのチャリティーマッチを企画した。7500人の観客が来場し、 売り上げが20万ユーロに達するなどイベントとしては成功したが、当のファンボメルは左太ももを負傷していたために出場できなかった。2011年1月25日 AC ミランへ移籍した。契約期間は5ヶ月、また契約解除のため移籍金は発生していない。ミランでは4の3の1の2の中盤の底を務め、堅実なプレーを披露して、 チームの7年ぶりの優勝に貢献した。シーズン終了後、契約を1年延長した。2012年5月14日、2011から12、シーズン限りでの対談を明言。フルス PSV への七期ぶりの復帰が決定した。ユーロ2012では、まさかの参戦全敗に終わり、6月19日に、オランダ代表を引退した。2013年5月12日の、 シーズン最終節 FC2 エンテ戦では2枚目のイエローカードを受けて退場処分、試合後に引退を表明した。2018年6月22日、PSV アイントホーフェンの監督に就任した。2019年12月16日、リーグ戦での低迷や UEFA ヨーロッパリーグでのグループステージハイターなど成績不振に陥り、解任が決まった。 2021年6月2日、VFL ボルフスブルクの監督に就任した、国際 A マッチ79試合10得点バルセロナ時代のファンボメル。ありがとうございます。